川端2。画面左側に、鴨川が並行する、川端2は、京都市の南北の通りの一つで、鴨川、高野川の東岸を走る道路。都市計画上の路線名は、高野川東岸線、鴨川東岸線という。北は、左京区、山畑の宝ヶ池駅付近で、白川2との合流点から、南は、東山区の塩麹寺通りとの交差点までとなっており、 塩工事通りからはそのまま、四大街道に接続している。現在塩工事通り以南、四段街道に沿って、十条通りまで、延伸の工事が進められており、2020年3月に、第二航空区間が開通し、九条湖線橋の上で、九条通と交差した。高野橋東詰め以北は、国道367号の一部であり、河合橋の東詰めから、南、 塩麹橋東詰までは、京阪電気鉄道の応答線京阪本線が地下を走っている。三条京阪以南は、元は京阪本線の地上線の跡地であり、1987年に京阪本線の鴨川沿いの東福寺駅三条駅が地下化されたことにより生じた土地と並行する疎水の暗渠化でできた用地を使って、塩麹通りまで延長されている。このことから、 市内中心部で開通したのが比較的新しいことと、西側が川であることも手伝って、河原町通りと祇園の間にあるにもかかわらず、沿道に商業施設の集積が進んでいない。また道路が開通してから日が浅いことから、京都の他の交差点のように、川端三条、川端四条、川端五条、川端七条などと呼ばれることは少なく、三条をお橋。 四条大橋、五条大橋、七条大橋と橋の名前で呼ばれる場合が多く、かつて、京阪電車が地上を走っていた頃からバス停留所の名前として使われている三条京阪や四条京阪前などという呼び名も使われている。ありがとうございます。